はい、ドライブ大好きおやじでございます。今ちょっとねワークマン寄ってきました。まあこれからちょっとねある目的のために旅に引き続き出ていこうと思います。それではドライブスタートでございます。今日はまあ11月の26日木曜日お休みなんですけども、まあいつも通りね今までちょっと近場のハードオフちょっと回ってきました。まあハードオフさんね思ったほどのレアリティの高いものはなかったんですけども、お安いものがね購入できたんで個人的にはちょっと満足しております。その後ね今ワークマンちょっと行ってきたんですけども、昨日ぐらいから一気に冷え込みましてね、で今年はドカジャンジャンパーをちょっと新調しようかなと思って今見てきたところでございます。まあ、いくつかちょっとね見てきてお値段も見てきた感じなんですけども、まあ、他のお店行ってもねここにないものがちょっとあったりとかする場合もあるんで、まあ、そういったところちょっとね調べたいのでここでは決めなかったんですけども、まあ、今日中にでももうちょっとね購入しようかなとは思っております。でですね今日は実はと言いますか、あとね5回6回この YouTube に動画を上げると私の動画がね3000本突破しますので、その記念企画としてね何かやろうかななんてちょっと昨日から薄々考えてはいたんですけども、まあ企画としてね、まあ面白いかどうかっていうのはちょっと置いといて、まあ以前から私がちょっと探してましたっていうか欲しいと感じてました。まあプニさんおすすめのアビリティクリーンとですね、ディスクシステムを直すためのモビロンバンド、こちらをね、実店舗で買えないかという、そういう疑問を解消するために、今日はホームセンター巡りしていこうと思っております。っていうのもね、わりかしそのアビリティクリーンとか、まあ、モビロンバンドもそうなんですけども、ホームセンター、実店舗のホームセンターの、なんていうのかな、ネット販売みたいなものでも取り扱ってるんで、まあ、ひょっとしたらね、大きいホームセンターであれば置いてる可能性あるんじゃないかなと。そういう風に感じておりまして、でまあ行くことをまあこういう機会でもありますしね決意しました。実際に今これから行くのはパワーコメディって言ってね、ちょっと大きめの大型のホームセンターなんですけども、そこもねやっぱりコメディ .com みたいな感じでモビロンバンド取り扱ってるんで、まあちょっと実店舗探してこようかなと。ちょっと熱暴走起きちゃうといけないから窓開けとこう。ちょっと頭寒いけど。で、まあ全体的に撮るわけじゃなくてね、まあそういった旅をしますよっていう動画なんで、まああまり長々撮る感じではないんですけども、まあちょっと目的地までね、今右側にね、パワーって書いてる看板が見えるかな？パワー、コメリ、次の信号、右折。って書いてあるんですけども、そこに行ってこようと思っております。ここであるとねちょっと嬉しいんですけどね、ただ問題なのはモビロンバンドが手に入っても私が直せるかどうかなんで、まあ購入動画ね、購入すれば購入動画を撮る予定ではいるんですけども、直ったかどうかっていうのはね、直ってなければ私動画が上がりませんので、まあ、それちょっと恥ずかしいんですけどね、結構簡単な作業ですからね、少なくてもバラすところまでは私もシミュレーション何回もやっております。まあ2回ですけど2回やっておりますので、はい、右側にねパワーコメディで出てきました。ここはね1回だけねオープン間際の時に1回行ったことあるんですよね。覚えてるのがこれどこまで行くんだろうな。ちょっともうちょっとまっすぐ行ってみますね、入り口。あそこが P って書いてますね。あそこから入る感じですね。レジのね、お姉さんが可愛かったっていう記憶しかないんですけども。
さあ到着ですよ。ちょっとドシになります。はい、ごめんなさい。さあ到着でございます。売ってればいいんだけどな。売ってればいいと思う反面、売ってたらここで終了になっちゃうんで、私の今日の旅の目的がまた変わってしまうんですけど、まあ、このままね、家に持ち帰ってディスクシステムを修理するっていうね。実際ね、ディスクシステムを修理する動画は撮らなくていいかなっていうふうにはね、ちょっと考えております。近場がいいんだけど、この辺でいいかな。いや、もうちょっと行こう。やめとこう。こんなもんにしとこう。さ、というわけでね、ちょっと行ってきますよ。アビリティクリーンもね、私、誰かが、なんていうのかな、使ってたものの、を使っての清掃じゃないんですよね。だからちゃんとしたやつで掃除してるわけじゃないんでね、前からちょっと欲しくはあったんですけど、アビリティクリーンもね、やっぱりネット販売ってことだったんでね、ちょっと買えずにいました。早速ちょっと行ってきますね。ちょっとここまでで終わりになっちゃうかもしれないですけども。とりあえずご視聴ありがとうございました。もうちょっと続くかもしれませんけどもね。失礼します。